鈴木三江基鈴木三江基鈴木三江千八百八十二年、明治十五年九月二十九日から千九百三十六年、昭和十一年六月二十七日は、広島県広島市出身の小説家、児童文学者、日本の児童文化運動の父とされる。千八百八十二年、明治十五年九月二十九日、広島県広島市猿学町、現、 中区上谷町、現在エリオン、広島本店本館がある地に、父越寺、母房の三男として生まれる。1889年、明治22年本川小学校に入学。1891年、明治24年三重吉が9歳の時に、母房が亡くなる。1893年、明治26年11歳の時に、第一高等小学校に入学。 1896年、明治29年、広島県広島神城中学校、現、広島県立広島国体寺高等学校に入学。1897年、明治30年、三重吉が15歳の時に書いた、坊坊、忍夫婦が、少年クラブ4月号に、天朝節の木が、小国民9年2号に掲載される。この頃、栄山という筆名で、 新生党へも投稿していた。中学2年の時には、童話、アホーバトなどが少年クラブに入選している。1901年、明治34年、第三高等学校を経て、東京帝国大学文科大学英文学科に入学。夏目漱石の講義を受ける。1905年、明治38年23歳の時、神経衰弱を患い、 西洋のため大学を休学し、広島県再帰軍の御党、現、広島県江田島市で過ごす。この間に、千鳥の題材を得る。1906年、明治39年3月に、千鳥を完成させ、夏目漱石に原稿を送ったところ、推薦を得て、高浜巨市に原稿が送られ、雑誌、ホトトキツ5月号に掲載された。以降、漱石門下の一員として、 中心的な活動を行う。1906年、明治39年4月から7月頃まで、広島市内の私立中学の講師となる。同年、親友の加計政さを訪ねて、加計町吉水園、現、広島県秋太田町で夏を過ごし、この間に、山彦の題材を得る。同年9月、上京して大学に復学し、創世門下となり、 宗石宅での木曜会に参加する。これを機に、高浜巨子、森田宗平、寺田虎彦、小宮と与田からと親しくなる。1907年、明治40年1月に、山彦が、ホトトキス1月号に掲載される。同年4月には、千代紙を、廃書堂より出版。1908年、明治41年、東京帝国大学文科、大学文学科を卒業。 この年の7月に、父越児が亡くなる。同年10月、成田中学校の教頭として、不妊、英語を担当する。1910年、明治43年3月より、国民新聞にて、長編小説、小鳥の巣を連載した。1911年、明治44年三重基地29歳の時、成田中学校を退職し、上京。 海上中学校の講師となる。同年5月、富士と結婚。1912年、明治45年活発な創作活動により、雑誌への作品掲載や、帰らぬ日、おみつさんなどを出版。1913年、大正2年4月、中央大学の講師となる。同年7月より、国民新聞に、桑の実を連載。1915年、大正4年3月より、 三重吉前作集の刊行を始める、全13巻まで刊行。同年4月、中央公論へ、八の和歌を発表。これまで、数々の作品を執筆して、小説家としての評価を上げたが、自身の小説家としての行き詰まりを自覚し、これ以降、小説の筆を折る。1916年、大正5年、三重吉34歳の時、川上楽との間に、 長女鈴が生まれる。娘のために、童話集、古水の女を創作したことをきっかけに、児童文学作品を手掛けるようになった。同年7月、妻富士が亡くなる。1917年、大正6年4月より、世界童話集の観光を開始。清水義雄が想定、挿絵を担当し、児童文芸し、赤い鳥へ続く進行が始まる。 1918年、大正7年1月、長男三吉が生まれる。同年6月、赤い鳥、七月号を創刊。同年9月、海上中学を辞職、中央大学を休職し、本格的に児童文学し、赤い鳥に力を入れ始める。赤い鳥では、文壇の著名作家に執筆を依頼、芥川龍之介、雲の糸や有島武を、 和ズの武道などの童話、北原白州らの童謡、幼い香る、久保田万太郎らの児童劇など、大正期児童文学関係の名作が、本誌から誕生し、教訓色に塗りつぶされていた、従来の児童読み物が、芸術的にも高められていく機運を作り出した。1921年、大正10年10月、三重吉39歳の時に、小泉浜、 浜と再婚する。1928年、昭和3年、三重吉46歳の時、乗馬による少年の精神教育を趣旨とした、軌動少年団を設立する。1929年、昭和4年3月、赤い鳥は休館したが、翌年より、復館準備にかかり、1931年、昭和6年1月に赤い鳥は復館した。 1935年、昭和10年、三重吉53歳の時、山梨県小渕沢にて、綴り方特本の執筆に取りかかる。同年10月頃から、全息のため病床に伏す。同年12月、綴り方特本を観九1936年、昭和11年6月24日、病状が悪化し、東京帝国大学附属病院、真鍋内科へ入院。 同年6月27日午前6時30分、肺がんのため死去。海名は、天心院警的日中古事。同年6月29日、西奥保の実宅で、国別式会となまれる。三重吉の死去とともに、赤い鳥は、同年8月号で収監した。同年10月、赤い鳥、鈴木三重吉水筒号が刊行される。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。